どうも、ゆうきです。今日はスプリンターズステークスの予想を発表していきたいと思います。はい、秋の G1 が開幕ということで、もうめちゃくちゃテンション上がってて、マジでもう手に汗握ってる、すでに。もうここでしっかり一発目の G1 取って、いい波乗りたいと思います。今週も絞っていきますので、皆さんぜひ参考にしてください。初めて見るよっていう方は、チャンネル登録と高評価もよかったらお願いします。はい、先週はジェラルディーナがパドックで一番よく見えたんですけど、それを単勝で勝って、まあ、3連服も軸にしてて、はい、ちょっとね3連服はフォーメーションで買い方ミスったから外したんですけど、単勝が当たって一応先週はプラスで終わりました。パドック推奨の、配信は YouTube ではできないのでサロンの方でやってます。概要欄からサロンの方気になる方はチェックしてみてください。では今週の予想早速発表していきたいと思います。本命馬は、ナムラクレアです。はい、ナムラクレア。もうね、心中したいと思います。このナムラクレアはですね、いつも調教動いてるんですけど、今回も抜群の動きでした。成長してるんだろうなっていうイメージです、すごく。で、ハンデもあって、桜花賞の時より2キロ軽いのはすごい大きいなと思ってます。で、今回また浜中さんが乗るということで、馬の特徴もすごく分かってると思います。なんで、中山は初めてなんですけども、しっかり持ってきてくれるだろうと信じて、心中したいと思います。はい、やっぱ1200なんでね、ナムラクレアは強いと思います。で、ナムラクレアと心中するんで、ナムラクレアから何に流そうかなっていうのをいろいろ考えてたんですが、相手馬を、1,2,3,4,5頭発表したいと思います。はい、5頭発表します。ダイアトニック、ファストホース、トラベスーラ、メイケール、シュネルマイスター、以上5頭に流したいと思います。3連服と馬連、どっちも流そうかなと今のところは思ってます。はい。で、これじゃあ、この相手は何で決めたのかっていうのもちょっと軽く一言ずつコメントを残していこうかなと思うんですけど、ダイアトニックとファストホースはロードカナロア3区なんで抑えました。はい。で、トラベスーラに関しては、この子ね、結構私は期待してて、もう7歳とかなんですかね、確か。なんですけど、まあ、2年連続で高松宮記念で4着に来ていることを評価してます。まあ、しかも両方2年とも重馬場の中4着っていうのはすごい、やっぱ強いのかなと思います、やっぱり。高松宮記念って結構難しいレースなんで、そこで持ってこれてるってすごいなと思います。で、前々走の阪急杯のことを考えても、今回6ヶ月ぶりの本番はこれは全く問題ないかなと思ってます。ただやっぱ鼻血を出してしまったりとかで肝心なところでこう全力を発揮できないっていう傾向はあるので、そこだけちょっと心配してるので、本命はできないなと思いました。で、シュネルマイスター、これがね結構皆さん難しいところかなと思います。まあ初めての 1200m なんですごい未知やなっていうのもあるんですけど、まあそこがネックでやっぱ本命にしづらかったりとかあるんですけど、今回外枠にシュネルが入ってるんで、これはかなりプラス材料になるかなと思ってます。はい、忙しい展開になると思うんで、そこについていけるかっていう不安ももちろんあるんですけど、この外枠に入ったっていうことがプラス材料になって、この馬の持ち味は出せると思ってます。はい。で、メイケールですよ。メイケール、こちらが絶対一番人気になるんでしょうね。はい、絶対一番人気になると思うんですけど、もうグリグリじゃないですか、多分知らんけどなんですけど、グリグリやろうなって思ったんであえて紐にしましたそう、当日パドックが良かったら対抗馬にしようかなとは思ってるんですけど、今の段階では、まあ、飛んでくれた方が面白いということで、やっぱね、そこに人気が集中すればするほど、飛んでくれと私の闘争心は言うわけですよ。なので、今回メイケールは一応紐にしてます。ただね、やっぱメイケール強いからな。ちょっとこの中ではね、間違いなく1、2を争うレベルの馬だとは思うので、まあ、油断は禁物ということで、しっかり、当日の馬体もチェックしてから決めたいと思います。なので今週スプリンターズステークスは、ナムラクレアからダイアトニック、ファストフォース、トラベスーラ、メイケール、シュネルマイスターの5頭に馬連と3連服で流そうと思っているので、馬連5点と3連服10点になりますかね。はい、馬券自体は今のところそんな感じで考えてます。当日しっかり馬体をチェックして、調教タイムも全部チェックして確定させていきたいと思います。皆さん今週もしっかり競馬を楽しみましょう。それではまた来週。バイバーイ。